これまでの大阪府議会でも成長戦略についてずっと質問をさせていただいてまいりました。これからの成長はやはり教育がその根本になると思っておりますけれども、今の大阪でもものづくりの中心と言われてますけれども、ものづくりを行っている企業は大変もう2割を切っております。私どもはこのサービス業といいますか、新しいベンチャー企業を支援するような新しい技術が生まれるような、また新しいベンチャーがどんどん生まれてくるような、そういう行政側の仕組みを作っていかなくてはならないと考えておりまして、公である官と、そして民間 NPO 法人、そしてさらに金融、そういったものが連携をして新しいものをどん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 作っていけるような、行政の支援できる仕組みを作っていくことこそ大阪の発展につながるというふうに考えております。これからもこうした点を中心に大改革を行っていきたいと思います。